はい、おはようございます。はい、今日はこちらにやってきました。野上丘陵公園でございます。とりあえず公園館入ってみましょうかね。自由に入れますからね。館内は禁止だそうですね。館内は禁煙だそうです。鳥たち、これ真っ暗やな。電気ついてないのかね。野上丘陵公園、こんな感じだったよね。今はだいぶね、綺麗に整理されてるんでね、綺麗やけど、昔はね、雑草グリーンでいっぱいあったんやけどね。これ古墳、古墳の形かな。前方後円墳、後墳、前方後方墳、これは何て読むんだったっけ。双方中円墳っていうのかな。これは何て言うんだろう。これはまあホタテ貝型やけど、前方後円墳やな。円墳、後墳、これは総円墳、これは八角墳やな。天皇陵やね、これはね、ほとんど多いのは。これ方墳、方墳は方墳の上にね、上円下方墳というやな。これどこだ。須山古墳ですね。須山古墳なんですか。これはこれピラミッドやな。でこれがどう見ても仁徳天皇陵やな。これほらね、古墳の中に古墳が2つあるんでね、珍しいんでしょうかね。これそうですね、これは須山古墳だな。この付近では最大級の古墳でね、全長がね、書いてないか、全長が200メーターぐらいあるんだけどね、あるんですよ。これ横にあるんですけどね、後で横から眺めてみますけどね。こう古墳をね、今日は見に来たのでね、全部古墳撮ります。今日ははい、こっち杉山古墳、これ以前中も入りましたけどね、今入れないね。ちょうど工事やっててね、中黒って一回回ってみましたけど。三好三号墳、三好三号墳ってどこだ。三好三号墳は須山古墳の西100メートル。あれ、三好三号墳は行ってないかもしれんな。これ後で確認してみよう。三味田きつね塚古墳、これは中にあるんですよね。真ん中を道路が走ってですよ。これはどこでございますか。うまみ二の谷遺跡、これわからんな、どこあんのやろ。遺跡はね、あんまりね、詳しくないんですよ。ここ流山古墳、この中やね。これは石を張ってあるんでね、半分はね。これ何メーター、105メーターぐらいあったかな。105メーターぐらいあったと思うんだけどね、書いてないか。文次郎山古墳、これはどうやったかい、どこやったっけ。これは古墳がちょっと出たとこやね。これも回ったけどね、なんかね、なんかやぶなってたね。2、3回行ったことあるけど。乙女山古墳、これはね、これはやっぱり前方後円墳やな。これも中入りましたけどね。ここから入ったのかな。こっちから出たかな。なんかいろんなとこ出れますからね。もう中はやぶになってましたね。墳丘はやぶでしたわ。ああ、生きがい古墳、前方後円墳やな。はい、これも回ってます。何秒回ってますけどね。はい、ありがとうございました。あなたも出すんやったら見とくよ。いや、そんな、そこまで、ね、もう、まだスマホにして、まだ、まあれやから、はい、疲れが出てしまう。はい、ありがとうございます。すみませんね、時間取りまして、すみません、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。これが副葬品ね、どこのやつやろ、書いてないです。須山古墳かね。
まあね、不倫やろうけど、はい、不倫じゃないか。はい、ありがとうございました。講演館でございました。はい、ありがとうございました。講演館です。